ベニカワムキカは、フグ目にところ属する魚類の分類群の一つ。ベニカワムキなど、種として深海に生息する、低生魚を中心に11属21種が記載される。原生のフグメ魚類として、最も原始的な特徴を残す一群であると考えられている。ベニカワムキカの魚類はすべて海水魚で、インド太平洋及び、西部大西洋における、熱帯。 バネッタイ域の深海に分布する。海底からあまり離れずに生活する、低生性深海魚のグループである。フグメには浅い海で生活する種類が多く、深海性のものは、本家の他に、内和フグか、糸巻フグの仲間など少数に限られる。内和フグと糸巻フグ類の分布は、インド太平洋に限られるため、ベニカワムキカワ、大西洋における。 唯一の深海性フグメ魚類となっている。ベニカワムキカの仲間は左右に平たく側平たした体型を持ち、全長は最大で20センチメートルほどに成長する。体高は高く、体色は赤色や黄色を基調としたものが多い。糞の形状はやや突き出したものから、笛カワムキ属、長カワムキ族のように非常に細長いものまで様々。フグメの仲間は、 系統が進むに従って骨格が単純化する傾向にあるが、ベニカワムキカの顎や福器は、フグメ魚類としては最も複雑な構造を持つ。前上顎骨と主上顎骨が分離した上顎はかろうじて前に突き出すことができるほか、歯は融合せず数多くの紋士と円錐場を備える。また、他の多くのフグ類が腹びれをかくか、痕跡的となる一方で、 本家は明瞭な腹びれと左右一体に分かれた腰骨を持つ。これらの特徴は鈴木目などフグ類の派生元とされるグループに近く、ベニカワムキカが最も原始的なフグ目魚類とみなされる理由になっている。本家魚類の形態は全般的に近縁のギマカと類似する。いずれのグループにおいても腹キは左右に一体存在し、頑丈なトゲ状は 機械的に位置を固定することができる。また、尾ひれのしゅびれ状は12本、下尾骨及び椎骨は、それぞれ2から6個20個であること。前上顎骨が、比較的発達し、上顎はわずかながら、前後に、可動性を持つことなどは、両軍に共通して見られる特徴である。ベニカワムキ類の背びれ及び尻びれのひれ状は、それぞれ6棘12から18難状。 11から16、南条である。腹期には、大きな1本の棘状と、1から2本の痕跡的な南条を備える。尾ひれの公園は丸みを帯びるか、あるいはまっすぐに切り立った形をしている。一方、ギマカ魚類の背びれは6棘19から26南条、尻びれは13から22南条と、いずれも、本海より多くなっている。さらに、ギマカは、 副気の難情を書き、尾ひれが大きく、二股に分かれることも、両グループの重要な鑑別点となっている。ベニカワムキ科は、原生のフグメ魚類の中で、最も原始的なグループと考えられている。ネルソンは、ベニカワムキアモクを構成する唯一のトガとして、本科を位置づけたが、形態学的に近いギマ科を、本アモクに含める見解も存在する。ベニカワムキ科には、 ネルソンの体型においてに赤11属21種が認められている。本校ではフィッシュベスに記載される11属23種についてリストする。ホラーディニー赤は2属5種からなる。1種のみ、ハワイ諸島周辺に残る4種は西部大西洋に分布する。ベニカワムキ赤、トリアカンサディニーは9属18種で構成される。 ほとんどは、インド洋と、西部太平洋に分布するが、一種は、メキシコ湾などの西部大西洋に生息する。ありがとうございます。